はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、また生ビールかな。ペールエールですね。ヘリオスの肉専用ペールエール。というね、ものですが、こちらがですね、どっかのローソンかどっかだか忘れたけど、まあコンビニで、これが350円とか400円ぐらいした気がする。350円か。めちゃくちゃ高いんだよね。で、アルコール度数5%。肉専用ペールエール、華やかなホップの香りと、爽やかな苦味、適度なモルト感が特徴です。商品名は当社でのフードペアリングに基づいて決定したものです。科学的根拠はありません。飲み合わせはあなた次第、肉以外の料理のペアリングもお試しください。と書いてあります。原材料が麦芽とホップ。アルコール度数5%。ヘリオス酒造株式会社。沖縄県の会社です。これ沖縄県だったのかよ。これやけに高えなと思って。すっげえこのヘリオスっていうこの酒造のビールたまに売ってんだけど、クソ高えなって思ってたけど、沖縄か。多分空輸してくるから高えんだろうな。苦味が二つ星、香りが三つ星、ボディが二つ星と書いてあります、ここに。ヘリオス酒造、クソ高いんだよ。そっか、これ沖縄のあれだったのか。全然知らなかった。泡まで美味しいビールですと書いてあります。まあ、せっかくなんで、泡までちょっと飲んでみましょう。それでは乾杯。トマトジュースの味がする。なんだ、一瞬と、え？泡を飲んだらトマトジュースの味がする。あれ？俺の舌がバカになったの？あれ、おかしい。今泡を飲んだんだけど、トマトジュースの味がした。あ、なんかおかしいわ。なんかあれだ。トマトジュースだ。これ、あれ、俺のバカになったのかな。なんかトマトジュースのなんか風味に似てるぞ。すんごい。あ、似てる。なんか風味が似てる。トマトジュースに似てる。なんだろう。なんかトマトジュースに、片鱗が似てる。全部が似てるってわけじゃない。コクとかは似てないから、なんか、香りが似てんだな。ああ、香りが似てんだ。なんか、トマトジュース特有の、なんか酸味というか、あれが、酸っぱい香りというか、なんかあれが似てんだよな、これ。そういうことか。なんか似てんねん。これはあれだな、すごいな。全く関係ないけど、肉専用って言っといて、俺普通に肉もクソもないっていうね。何にもなしで食ってるけど。まあ、本当はあれ食いたいんだけど
228は、2は、28日の、ケンタッキーのね、2は、なんだっけ。28日限定、鳥の日パックか。よく考えれば、あと2日だ、鳥の日パック。しまった。肉専用ペールエール残しとけばよかった。しくったな。鳥の日パック、いいっすよね。うん。ケンタッキーの鳥の日パック。しまった。肉専用ペールエールと言っといて、普通に、鳥の日パックまで残しとけばよかった。我慢できなかった。まあでも、まあ、肉専用とか言っても別に多分何にも変わんないですもんね。普通に、ペールエールだけど、なんか、ぶっちゃけた話、大してうまくもね、多分、なんだろうな。肉専用っていうのは、普通のペールエールに比べると、香りが弱いですね。うん。ほとんど、ほんちょびっと、なんだ、柑橘系の香りがするぐらいで、そんなに香りは強くない。で、まあ、苦味も、そんなないですね。まあ、ちょこっとあるぐらいか。ちょこっとあるぐらい。まあ、でもなんか、重さは感じるね。うん、重さはね。あ、でも苦味それなりに強いか。うん。ヘリオス酒造。これやけにさ、たっけんだよ、このヘリオス酒造っていうところ。マジで。俺も以前っていうか、大体あれなんだけど、ローソンなんだよね。ローソンにこれを売ってんだわ、これ、多分。ヘリオス。いわゆるクラフトビールですね。ローソンは、夜なえのエールとかも売ってるし、クラフトビールとかも売ってるし、結構クラフトビールに、あれなんだろうね。この力入れてんだ。確かにローソンしか売ってない気もするもんな。セブンイレブンとかじゃ売ってねえもんな。うん、クラフトビールはな。だから、それなんだろうけど。でも、ここのヘリオス酒造はマジで高い。値段が。で、高いくせに、多分50円ぐらい高いんだ。おそらく空輸かなんかで、空輸してくるから、なんだろうね。まあ、うん。まあ、さすがに空輸でしょうね。だからだと思うんだけど、沖縄からっていうことを考えて、やっぱり、送料じゃねえな、ね、空輸分の金がかかってる。で、その割に、やっぱり、先ほど飲んだんですけど、月面画法とか、ヤッホーブルーイングですね。には、まあ、勝てない。でしょうな、と。これよくわかる。ヤッホーブルーイングがいかにすごいかっていうのはわかるね。俺今まで、この会社のヘリオス酒造は、確か初めて飲んだのが青い空と海のビールってやつ。沖縄初のこだわりクラフトビールです。
これはね、バイゼン。バイゼンって、いわゆる白ビールですね。大してうまくもない。そのくせ350円です。で、これ星空のポーターも飲んだ気がすんな。これも大したことない。で、あと、なんか飲んだ気すけど忘れた。うん。これはね、ヘリオス酒造はね、ろくでもない。ろくでもないっていう言い方も悪いけどさ、ぶっちゃけろくでもないんだわ、実際。てか、そもそも、沖縄県で、多分酒造これだけなんだよ。ビール酒造って、これだけなんだろうけど、そもそも沖縄で、ビール、もうクソも、どうなんだろうな。俺、よくわかんねえけど、暑いところだと、ビールって、合ってんのって話よ。だから。うん。まあでも、味が証明してるよね。明らかに悪いけど、明らかにクオリティが低い。くせに値段が高い。まあ、ビールに関して言わせてもらうと、これヘリオス酒造の、今サイト見てるんですけど、ゴーヤードライ。太陽をいっぱいに浴びた、沖縄産ゴーヤーを使った全く新しい発泡酒。と、先ほど言った青い空と海のビール。と、シークワーサーホワイトエール。ってこれ、まあ飲んだことない。と、星空のポーター。ぐらいですかね。あと、冬季限定サンタビール。これはどうでもいいわ。確か星空のポーター俺飲んだ、これ。ああ、飲んだ。確か大したことない。これな。で、言うてこの肉専用ペールエールは書いてないんだけど、この株式会社のヘリオスのとこに、書いてはないんだけど、まあ値段が高いだけなんだよね。だから言うて、ヤホーブルーイングで、ヤホーブルーイングでね、買った方が、まあ、本州にいる人は、ですけど、まあ、買った方が、美味しいのは飲めると思うんだよね。なんで、本州にいる人っていうのは、まあ、大多数だと思うんだけど、まあ、沖縄にいる人は、この酒造は、推してるっていう人もいると思うんだけど、まあ、言うてね、本州にいる人間が9割9分9厘ぐらいだからね、人口的にもね、そう考えると、うん、まあ普通のペールエールと何が違うかっつーと、うん、何が肉専用かっていうのがすげえ気になるんだよね。何が肉専用なんだって。わからん。多分普通のペールエールよりか若干香りが弱くて、まあ苦味もそこそこ弱いぐらいの。まあいわゆるドライなペールエールっていう言い方も悪いけどな。肉専用ってことはそれなりにやっぱりドライな。だってビールで肉専用ビールってなったら、絶対まあ、肉に合うビールって言ったらドライなやつだよね。
濃厚なやつは合わない。なんかペールエールとしては結構ドライなタイプをあれなんだと思うけど、実際は飲んでみると、まあ別にドライでもねえんだけど、まあ、結構コクあるんだよな。それがよくわかんない。だから、肉専用って歌うんだったらもう完璧にドライにして、ドライドライ感をブワーって、ね。ドライにするべきなんだけど、別にドライでもねえんだよな。だから、俺だったら普通肉専用って歌うんだったらやっぱドライに、極めてドライにする。うん。だけど、別にそんなドライでもない。っていう。普通のペールエールじゃないって言われれば、まあ、へえって納得するんだけど、この肉専用があることによってですね、何か、おかしいですね。もう名称が。もう肉専用っていうのはよくわかんないんだよな。このヘリオス酒造の俺に何を考えて肉専用をつけたのかもよくわかんないんですよね。商品名は当社でのフードペアリングに基づいて、決定したものですって書いてあるんだけど、フードペアリングってなんだよ。よくわかんねえけど。ぶっちゃけ肉専用にしなくても、普通にペールエールでも全然問題ないんですよ。うん。だから結果として、ペールエールっていうのは肉に合う。っていうことなんだろう。間違いないと思う。そもそもペールエールって苦いじゃないですか。で、肉ってしょっぱいとか、まあ、肉汁とかでちょっとほんのり甘かったりする。だからその、あれなんだろうね。肉って苦いことないから、やっぱり、だから肉専用ペールエールってよくわかんねえんだよ。肉専用ペールエールじゃなくて、もうそもそも肉専用っていうのは、もうおかしいんだよ。もうそれがもうよくわかんないんだよな。だいたいビールっていうのはそもそも肉に合うんだよ。ね？ね？肉に合うんだよ。ビールっていうのは。それなのに肉専用ペールエールっていうのが出てくると、肉専用でしょ？だから、普通に飲んでも割と美味しいんだよね。うん。普通のペールエールですね。ちょっと、香りが弱いな。香りがちょっと弱いのはあれだけど、まあ、ヤフーブルーイングとかに比べると香りは弱いなって思うんだけど。でもまあ、それなりにありに、まあ重さ的にもまあそれなりにありで、うん。まあまあまあっていう感じなのに、肉専用って言われるとさ、別に肉食ってねえのに俺今飲んでんだけど、別にそこそこいけてんだよね。それなのに肉専用って言われてもな、肉食ってる時に合う。ペールエールなのかって考えると、考えちゃう。で、考えたことによって、実際、別にドライでもないし、ってなるんだよ。普通的に考えると、肉食ってる時に、ビール飲むんで、何のビールが合うかって言ったら、まあ、ドライなビールですよ。ドライな、アスヒスーパードライとか。ドライとかね。さすがに、ね、肉食ってる時にギネスビール飲んでるやついないかもしれない、わからん。
けども、うん、まあ難しいけど、基本的に何かを食ってる時っていうのは、まあドライなやつが合うんですよ。それなのにこのペールエールは別にドライでもない。かといって、じゃあ、濃いやつが合うんだっていう人間が、まあ、いたとすると、じゃあこのペールエールは濃いかっていうと、いや別に濃くもねえんだよなーって。つまり、意味がわからないということです。結論。別に濃くもない。まあ、コクはそこそこあるわ。うん。重さは若干感じる。結構、あるなって思う。で、甘みとしては、まあ、ない。まあ、ちょっと苦味があるんで、まあ、甘みはそんなにないでしょう。で、香りもまあ、やっぱりヤッホーブルーイングの、いろいろな商品に比べると、弱い。で、開花っていうと、値段250円じゃない、350円するかな、これ。ギネスビールが300円って、コンビニ価格ですよ。ギネスビール300、コンビニで300円で、これ350円するからね。これは買いはない。以上。こんな高いビール、こんな値段で、この味で買うやつはいない。4242です。おっしゃられました。